計画は滞りなく進んでいるようだね。ああ、あとは説得だけだ。自分に任せとき。あの子らは逃れられへん。そうだな。ここまでお膳立てをされて断れる子供などまずいないだろう。外堀は埋め立ったで。はっはっは。ニュージェネレーションダンジョンアイドル。なんとか頼むわ、レフィーア。嫌なものは嫌です。親がこんな頭下げとるや。ちょっとくらい心も動くっちゅうもんやろ。私にだってエルフの矜持があります。まあそこは置いとくとして。いや、なんでそこだけ無視なんですか。とにかく絶対に無理ですね、フィルビスさん。ああ、さすがにあれはもう。そうは言っても決定事項なんだ。君たち、エルフリンクスの復活ライブは。ライブの会場はリビラに建設中さ。華々しい復活にふさわしい巨大な野外ステージよね。大体どうしてヘルメス様が。それにルルネさんまで。それはヘルメス様はプロデューサーで、私はアシスタントプロデューサーだから。アシスタント、なんかサポーターみたいなもんらしいぞ。何ですかそのざっくりした説明。とりあえず助手としてヘルメス様に手伝えって言われたからさ。ロキたちがエルフリンクスの企画者なら、俺はそうだね、ライブを企画するものといったところさ。なんかヘルメス様、レフィーアたちのことすごく気に入っちゃったみたいでさ。自己紹介を真似できちゃうくらいに。あ、尊い。噛むところがまたいいんだよな。おお、やさ男、自分分かっとるやん。ダンジョンに舞い降りた天使、彼女らに心を奪われた冒険者は数知れないという。ファンレターもぎょうさん届いたからな。熱狂するファンたちがしたためた思い、あれを読みながら飲むワインは格別だった。そうだから今回俺はこの目で見たいのさ、君たちが再び羽ばたくところ。伝説の再来をね。嫌です、無理です、できません。レフィーア。嫌です、無理です、できません。嫌です、無理です、できません。壊れた？
嫌です、無理です、できません。ディオニュソス様、私もレフィーア同様、あれをやるのは。うん、お前たちの意見は分かった。だが計画は動き始めているんだ。ああ、こちらも引くわけにはいかないのさ。とにかく絶対にやりませんから。行きましょう、フィルビスさん。逃げられてしまったか。どうするロキ、ステージの建設は始まっているぞ。やばいな、このままやと借金だけが残ってまう。なんやなんや、金の切れ目が縁の切れ目ってか。何かしらあれ。莫大な借金で子供たちが一人残らず去ったらしい。金とは恐ろしきものよな。かつての都市最大派閥の出身もあそこまで落ちぶれるものなのね。くー、どいつもこいつも。いやあ、お金も胸も極貧のロキじゃないか。おま、どちび取り消して。アイズトン、気安く呼ばないで。解消なしの神のくせに。彼女は今やうちの団長だからね。さあ行こうか、バレンナニガシ君。こんなところにいちゃ貧乏が映っちゃうぜ。はい、借金なんて最低です。なんでやあかん、お先真っ暗。ロッキー、この酒場台何なの。今日という今日はってどうしたんです、皆さんそんな暗い顔して。アキいいね、うちのせいですまん。にゃっ、いい。いいじゃないか、この子たち。エルフリンクスの代わりにこの子たちをデビューさせよう。なんやて。アルシアことアキちゃん、素晴らしいじゃないか。はい、快活健康的な正統派美女でありながら決して己の美しさを主張しない。目立てば目立つほどアンチが生まれる世間において、美しさを持ちながらもアンチが生まれそうにない魅力。さらにはデフォルトで備えた猫耳、君こそアイドルになるために生まれた逸材だ。うわ、なんか面倒ごとな予感。素晴らしい、彼女たちは俺のプロデュースソウルをかきたてるぞ。まったわけのわかんないこと。話が全く見えないんだけど。嫌な予感しかしません。てなわけで計画変更。ああ、エルフリンクスが出ないだ。代
わりに新しいアイドルが出ます。さらっと言ってんじゃねえ。今までの準備はどうなるんだ。用意した看板も垂れ幕も全部エルフリンクス仕様。俺みんなバーにしろってのかよ。金はどうなる。心配すんなよ。エルフリンクスと同じく権利がプロモーターだぜ。売れないわけないだろ。ああ、ってヘルメス様が言ってた。不安にしかならねえぞ。で、納期なんだけど、そのまま行きたくて。あ、レフィーアたちのファンも新しいユニットのカモになるってロキが。そういう話だから会場も開催日も据え置きでってプロデューサーが譲んなくてさ。つまり当初の予定日までに全部間に合わせてほしい。ふざけんな。ですよね。で、ロキが怒られたら言えって言ってた。話を聞いてくれよ。こっちも悪いと思ってるから。話もクソもあるか。そんな黒い仕事やってられねえぜ。現場の意見を無視しようってんなら容赦しねえ。お願いだから話を聞いてくれよ。そこ押さえて。はいっす。なんでリビラまで行かされてこんなことを。俺に聞くな。ファミリアの運営に影響してくるとなれば手伝うほかないだろう。お互い主審の暴走には苦労するな。いきなり招集されて労働力扱いとは。しかしこの人数なら期日にはなんとか間に合いそうですね。ほら見ろ、だから話を聞けって言ったじゃんか。こっちも悪いと思ってんだから援軍を出すつもりだったんだ。それでも不眠不休でやってやっと間に合うってとこだろ。この俺様まで借り出しやがって。だから私も付き合ってるじゃんかよ。それにこのライブがおじゃんになったらそっちの懐だってヤバいだろ。リビラからいくらか出資してるって聞いたぞ。こうなったら何が何でも完成させるしかないって。くっ、後で追加料金たっぷり請求してやるからな。ライブの道は苦難の連続なんやで。ロキが言ってた。うるせえ。はい、1212交差して構え。新ユニットトワイライトシスターズ、よろしくね。うんうん、完璧。マネージャーの私も満足だよ。ちょっと休んでて。泉で水汲んでくるから。お二人ともすみません。レフィーヤ、私が断ったばっかりにご迷惑をおかけして押し付けるような形に。まったく、いい迷惑。なんてね。え？
諦め半分でも受け入れちゃったのは自分だから恨んでなんてない。ただレフィーアたちが断る理由はなんとなく分かった。本当に頭が上がりません。レフィーアが気に病むことありませんよ。え？だってですよ、ダンジョンアイドルなんて。私は裏方の方が性に合っていますし。私も遠慮する柄じゃないし、ダンジョンには冒険者として挑むだけで十分。てめえの立場をてめえ自身で決めつけて、そっから這い上がろうとしねえやつは雑魚だ。なんてどこぞの誰かやったら言いそうやな。冒険者としての心構え、実に素晴らしい、アナキティ・オータム。神ディオニュソス。しかし一度距離を置いて物事を俯瞰で眺めてみるのも成長のために必要な行為だと思わないかい？私はあんまり。ふん、冒険者としての矜持を忘れない、歌って踊って戦える、そんなアイドルもいいかもしれない。ベートさんはいつも前線で戦っていて、私は光栄で。だけど私も前に立つことで同じ景色が見られるのかも。リーネ、ちょっと待って、あなた洗脳。アキさん、私やってみようと思います。で、私はほぼ成り行き、この子一人放っておけないし、察して。あはは、アキさん本当にすごいんですよ。女才ないっていうか、何でもこなしちゃってさすがです。だから私もラウルも便利扱いされるのよね。そんなことは。あ、モンスターです。待ってください、私たちが行きます。歌って踊って戦える、ダンジョンアイドルの特訓の成果をお見せします。モンスター相手に歌って踊る必要はないけどね。アキさんとリーネ、強くなっていた。冒険者としても何かを掴んだみたい。だけど、ううん、これでよかったはず。なんとか送り出せたけど、ほんまにうまくいくんやろうな。会いに行けるアイドルか。確かにこれまでにないコンセプトだとは思うが。大衆とは常に新しいものを求めるものさ。彼女たちの成功はこの俺、ヘルメスが保証しよう。まあ、あの子らは人当たりもええからな。この路線はうまくはまるかもしれんけど。親しみやすさを前面に押し出していくプロデュース、俺たちも時代に合わせ新機軸を打ち出さなくてはね。新しい軸か。では私もいいかな。ま、なんや。実はエルフリンクスでは叶わなかったアイデアが。ほう。ファンと握手をする会というのはどうだ。
なんやと？ありやな。多種族との肌の接触を好まないエルフでは企画できずにいたが、彼女たち、トワイライトシスターズなら。確かにありだ。やるな、ディオニソス。感服するぜ。けどな、リーネはともかく、アキが納得するかどうか。あかん。うまい説得が思いつかんわ。こうなったら。じゃんじゃん飲んで、酒の力借りよーっと。ああ、酒の席で天才的発想が降りてくるのは世の常だ。では、握手会の実現を願って。乾杯！ちゅうわけでや。また飲んでたの？何をさせられるんでしょう。ふん、今日は自己紹介さ。自己紹介って特訓するようなものなんでしょうか。当たり前だろう。アイドルのコンタクトは何から始まる。アイドルのファーストインプレッションはどこだ。そう、全ては自己紹介に決まっている。相変わらず何を言ってるのか分かりません。まあ知名度っちゅうやつもあるしな。チケットさばくためには早有名になってじゃんじゃん売ってかんとあかんし。それならなんとなくわかるけど。うんうん、君たちのユニットの性質上、自己紹介は親しみやすいものでなくてはならない。君たちにはまだまだ都市最大派閥たるプライドが邪魔なようだ。それを打ち壊さなければ客の心には決して刺さらない。今でも十分矜持なんかは捨ててますけど。客を舐めるな！半端な気持ちなどすぐに見破られる！それがファンだ！ファンってそんなに怖いんですか？だから、そんな彼らに見透かされない自己紹介が必要なんだ。君たちにとって難易度が高いが、ぜひ身につけてほしい。リーネちゃん、君の自己紹介は、いつでもそばにあなたをヒール。恋するあなたのヒーラーアイドル、リーネアルシェだよ。癒してアミットちゃんには負けないんだから。これが君の自己紹介だ。やりたくありません。さすがに厳しすぎます。とはいえちょっとインパクトなくないか。まだ足りないの？インパクトはそれほど重要じゃない。彼女たちに大切なのは親近感さ。ディオニュソスまで混ざって自分らいつの間に考えたんや。ロキが酔いつぶれて寝ている間にね。アキやリーネのキャラともちょいちゃうしな。うちは反対や。私たちを守ってくれてるロキ、もしかして。ええか、キャラ違いぶっかむんやったらキャルルンとかハニャニャとか思いっきりやらせんかい。うん、知ってた。方向性の違いか。やれやれ、争い事は好まないんだが。
うわぁ、とことんやったろうやないか。誰のための争いなんでしょう。少なくとも私たちのためじゃないわ。アホ、トワイライトシスターズを売るためにはもっと強烈な自己紹介が必要なんや。甘いぞロキ。それではエルフリンクスを超えられない。エルフリンクスってレフィーアの？そんなの私たちには無理です。そもそも超える気なんてゼロっていうか、レフィーアたちは伝説のアイドルなんでしょ。なら私たちは埋め合わせで。そないなことでどうすんねん。え、伝説っちゅうのはな、見るもんやない、作るもんや。ああ、この手で掴まなければ栄光など何の意味も持ちはしない。そうさ、伝説を切り開き栄光をその手に、オラリオを君たちのトワイライトに染め上げるまで。厄介な方向に一致団結し始めたわね。分裂してた方が良かったんじゃ。自己紹介は後や。今はこの子らのリビドーをスパークさせんと。もっと意味のわからないこと言い出してますけど。聞かなくていいわ。意味はわからなくったってどうせろくなことじゃないんだから。はあ、だいたいないやん。リーネはちょっとやる気になっとったよ。ここまで恥ずかしいことするなんて思ってなくて。恥ずかしい？アホぬかせ、この子らを見習わんか。聞かぬなら聞かせてみせよう、腕ずくで。マネージャーティアナ。マナー違反は許さない。プロモーター合図。雑用からプロデュースまでお手伝い、アシスタントプロデューサールルネ。3人揃って裏方三姉妹。どうや、裏方ですら組んだき仕上げてるんやで。自分らがおじけづいとってどないすんねん。そうだよ、アイドルなんだから私たちより目立たなきゃ。頑張ろう。なんで私まで。まるで足並み揃ってないじゃない。彼女たちは一人を除いてカノエルフリンクスを支えた伝説の婦人さ。この婦人で望む限り伝説の再来は約束されたようなものだ。覗くくらいなら私帰っていい？さあ覚悟を決めたまえ。君たちにはアイドルの道しか残されていないのだ。無視かよ。これで説得できると思われてる私たちって。ちやっぱ秋のガードは硬い。ほんならここはリーネ、自分このままでええんか。わ、私？
殻を破るんやろ、一皮むけるんやろ、今こそ地味なメガネっ子キャラを脱する時やろ。そんなこと言いましたっけ。それにもしベートがここにおったらきっとこう言うはずや。根性のねえ雑魚に任せてられっか、こうなったら俺が尻ぬぐいをしてやるってな。絶対に言わない。そんな私がやらないとベートさんが誕生アイドルに。ちょっと何信じ込んでるのよリーネ。聞いてろ、一気に畳みかけんで。リーネしっかりして。私はリーネ。何を悩んどんで。これは例の誰かさんに見せつけるチャンスやろ。え、自分は雑魚やない、輝ける星やって。歌でも魔法でもあいつの傷を癒せる女なんやって。自分がどんだけ魅力的か手離したら後悔するか、あいつに見せつけるときちゃうんか。ロッキー、ここに来て正統派の説得を。強くなるんやろ、守られてばかりじゃなくて守れるようになら、もっと熱くなれよ。自分はうちの子や、きっちり玉取ったらんかーい。なんだ、浮かない顔だな、レフィア。あ、いえ、別に。気にかかって仕方ないか、ファミリアの同胞が。つい考えちゃって、私、投げ出してよかったのかなって。今そのしわ寄せが、アキさんとリーネに。やっぱり無理してでも、私が受けた方が。あの二人はやる気だっただろう。本人たちがその気ならお前が気にすることじゃない。ね、ですけどあの二人はまだアイドルの本当の恥ずかしさを知らないかも。確かに神ロキにせよ、ディオニュソス様にせよ、やると決めてから周知の度合いを上げてくるからな。まあ何にせよ、例のライブはもう明日。神ロキたちが予定を曲げるとも思えんし、お前の仲間に逃れる術などないだろう。関係ないけどな。ついにやってきちゃったな、この日が。アキ、不安？いいえって言ったら嘘になるわね。でも分かってる、今さら言っても仕方ないってことは。そうそう、もう後戻りはできないんだから。
そうね、あの子のためにも私が。いや、揃ってるね。じゃあみんな、よろしく頼んだぜ。ああ、神もダンジョンに入れたらな。せっかくプロデュースしてんのに生で見られへんなんて。ぜひとも成功させてくれ。我々は地上で君たちの凱旋を待っていよう。というわけで、現地でのプロデューサーの仕事は任せた。アシスタントプロデューサー。はいはい、当事者は高みの見物か。皆さん、資材運搬の準備できたっすよ。アキ、リーネ、早く出発を…って…あれ？リーネは？あの子なら…ライブ前のケーキ漬け？え？なんすか？あの子よ。ハロー、エブリワン。今日は待ちに待った私たちのライブだよ。今年一番のダンジョン日和。ダンジョンに行ける人もそうじゃない人も盛り上がっていこうね。イエーイ。じゃあみんな行くよ。歌って踊って、メガネを取ったらバリキューゾー。ダンジョンアイドルリーネ・アルシェ、みんなの傷を癒してあげるキラ。リーネ最高。あ、誰あれ。リーネよ。やったな。何言ってるんすか、アキったらもう。そんなわけないじゃないすか。気持ちはわかる。私たちも知らないリーネになっちゃったね。感無量や。でっかくなったな、リーネ。まさかオリジナルの自己紹介で我らの度肝を抜くとはね。成長するアイドル、それはまさに俺たちの夢さ。どうなっちゃうんだろう、リーネ。お前もおもり役大変だよな。みんな、ライブ来てくださいね。しかし、変われば変わるもんだよな。本当にね。はい、これでもう大丈夫ですよ。ありがとう、リーネちゃん。
元気になったらライブに遊びに来てくださいね。行く行く、握手会もあるんだよね。もう握手会だけが目的なんてね、ですからね。かわいい。まるで別人っていうか、誰だよあれって勢いだよな。本当別人っす。あんなだったんだな、リーネって。言いたいことはわかるけど、でも目をつけるのが遅すぎ。私たちはみんな知ってたわよ、リーネが可愛いことくらい。目をつける、別にそういうんじゃないっす。そうだ、俺たちは別に。モテない男の典型だな。まあクルスはともかく、ラウルはそれくらいがいいわ。そっちの方がらしいもの。ちょ、アキ！営業お疲れ、リーネ。ん？営業って何のことです？え、今のやりとりってロキの虎の巻に営業活動の基本って書いてあったんだけど。私はただ怪我をした冒険者さんを治療しただけですよ。キュッピーン。でもライブに誘ってた。ここはダンジョンですから、少しだけでも癒される機会があればいいなって。キュッピーン。私は皆さんが笑顔なのが一番嬉しいです。キュッピーン。眩しい。なんかあそこまで来ると全部計算なんじゃって気も。天然よ、残念ながら。本当かよ、嘘だろ。もともと計算できるような子だったら私は最初から心配しなくて済んだもの。普段目で追ってる男が相当凶暴だからね。普通の冒険者なんて子猫みたいなものなのかも。どんな理由だよそれ。しかし早めに出たはずだが、冒険者が随分多いな。ん？そんだけライブが盛況ってことだろ。それはそうかもしれないが、これだけの数リビラに入りきるのか。大丈夫。え？その時は入場規制するようにロキに言われてる。入場規制って、相手は冒険者だぞ。私はプロモーターだから。ああ、うん、なんかお前一人で大丈夫な気がした。モンスターパーティーじゃん。ふむ、物資を守りながらだと少々厄介な数か。仕方あるまい、面倒だが俺たちで。みんなー、リーネちゃんを守るぞー。何これ。あいつらにとどめを刺したやつは握手券一番乗りだ。皆さん、私も出ます。おおい、何言ってんだ。お前はこの後ライブを。大丈夫です、だって私は歌って踊って戦えるアイドルなんですから。キュッピーン。行くぜ、
俺たちにはリーネちゃんがついてるぞ。私たち出番ないかも。とりあえずリーネが怪我しないよう気をつけなきゃね。ファンからアイドルを守るのもプロモーター、あれもファン扱いなわけ。ち、あいつらに言われた通り作ったが、このフェスってやつ儲かるんだろうね。あっしらが知らねえ商法でさ、なんかうさんくさいよな。もし売り上げが出ねえようなら命に変えても復讐して。何、リーネちゃんたちの限定グッズくれー。こっちはロゴ入りステッカー、なんだそれは、くれー。おお、エルフリンクスの肖像画までくれー。売れたー。携帯用の食料も飛ぶように売れてるな。普段のリビラ価格よりさらにぼったくりだってのに。神々の先見力半端なさすぎっす。肖像画？あんな商品まで。お？どうしたんだラウル。いや、今なんか聞き覚えある声がしたような。気のせいっすかね。そんなことよりそろそろ場所取りしておいた方がいいかもな。せっかくのアキとリーネの晴れ舞台だ。俺たちも応援しよう。そうっすね。わあ、さすがアキさん、すごく綺麗です。今のあなたに言われてもね。リーネの方が可愛くて別人みたいよ。私なんてそんな。アキさんの方がとっても素敵ですよ。なんなのこの可愛い生き物。これがロキの言う萌えってやつ。うわ、私毒されてる。でも最初はリーネのことが心配でなし崩し的だったのに、今じゃ私の方が置いていかれちゃいそうね。え？今のリーネの隣で半端なアイドルなんかしたらかすんじゃうってこと。さあ行きましょう。ここまで来て腹をくくらないなんてみっともない。アキさん頑張ろう、リーネ。は、はい。
歌って踊って。メガネを取ったら。バリキュート。ダンジョンアイドルリーネアルシェ。今日はみんなの傷を癒してあげます。すげえ、なんかよくわからないけど、すげえ。自分、感動してるっす。あの二人、ロキの無茶ぶり特訓とかよく乗り越えて。あいつらには恥ずかしくて見せられないが。二人とも、キラキラしてる。うん、いろいろあったけど、いいフェスだね。それじゃあ、次の曲、いきますね。うわー！きたー！ヒール&デストロイ、迷宮の果てで。なに？あれ？そこから上がってきたのか。しかもあの量、こんな時にイレギュラーかよ。やばい、強行が起きてる。私が。ちょっ待て、ケンキ、お前が派手に暴れたら同士討ちになりかねないぞ。ウルガも厳しそうか。どうしようもなくなったら開けろってロキが言ってた。虎の巻最終章。あ、これは。リーネ、落ち着いて。呼びかけて。リーネの声なら届く。歌でも何でもいい。この混乱からあなたがみんなを助けるの。私そんなこと。ううん、できる。え、今のあなたなら。そしてそれは私じゃ無理。始まりや過程はどうであれ、アイドルってものに真剣に向き合ったリーネじゃないとできない。アキさん、私が保証する。今のリーネ、女神よりキラキラして輝いているんだから。行きましょうリーネ。私たちは歌って踊って戦えるトワイライトシスターズ。はい、アキさん。何も心配しないで。私たちがここにいる。歌って踊って戦えるトワイライトシスターズが。モンスターをたくさんやっつける、あの綺麗なキャットピープルは？あ、マギー！みんなの前にいるこの私は？リーネ！そう、みんなの傷を癒すダンジョンアイドル、歌を届けるみんなのアイドル。集まれ、
星の息吹、月の恵み、生まれし傷よ忘れるな、癒えぬ痛みなどないことを、平穏をあなたに、安らぎをここに、私はあなたを癒したい、ルナ・サーナディオ。傷が治ってく、すげえ、会場にいる奴らみんなを、聖女、いやアイドルだ。私たちがいるから、だからみんな笑って、モンスターに負けないくらい盛り上がろう。ユゼレイド・サラーリカ、大丈夫ですか、リーネ。レフィーア、どうして。私、トワイライト・シスターズのファンになっちゃったみたいなので。え、今のリーネの言葉を聞いて胸が熱くなっちゃって、私アイドルを誤解してたのかもってそう思っちゃって。要はお前たちの姿に触発された、そんなところだ。レフィア、フィルビスさん。さあ、ここからはエルフリンクスも協力します。モンスターを追い払いましょう。いいところ取られちゃったわね、まったく。間に合った。え、あ、アイゼさん、その格好は。私はバックダンサー。あ、はい、多分光栄みたいな。疑問形。大丈夫、前衛にはアイドルのみんながいるから、後ろはバックダンサーに任せて。あはは、はい、わかりました。役者は揃ったようだな。続けましょう。リーネ、このライブ最後までやり遂げましょう。私たちが歌って踊って戦えるダンジョンアイドルです。伝説ができる瞬間を知ってるかい。下界の子供たちは天運のなせる技なんて言ったりするが、俺たちに言わせればそうじゃない。天運は必要さ。だがその裏側には類いまれな努力と称えられし勇断がある。そして何よりは揺るぎない意志の力。それらが全て揃った時、偉大なる成功は伝説へと変わっていく。やりました。ええ、怪我人は一人も出さずに済んだわね。お二人ともお見事でした。奇跡だな、あの混乱を制してモンスターを殲滅できたのは。いえ、
なんかじゃありません。これがアイドルの力なんだと思います。え？どんな絶望の中にあっても思わず目を向けてしまう存在、そこには希望が必ずあって、見てる人たちにすごい力をくれる。英雄とも違う、そんな光の象徴。私もそう思います。今のリーネたちのことを本物のアイドルだって、そう言うんだって。ありがとうございます、レフィーア。本当に少しでもアイドルになれたなら嬉しいな。でも始めたことはやり遂げなきゃですよね。リーネ？私もやり遂げます、このライブを。やろう、私もバックダンサーするから。アイズさん。エルフリンクスのニューコスチュームも持ってきた。どういうことですか！？足直してくれてありがとう。アキ様、強くて素敵。おお、エルフリンクスも完全復活だ。どっちも最高だったぞ。アイズさんに言われるままに出てきちゃいましたけど、よかったんですかね。まあ、ここまで来てしまったらな。それにエルフである私たちをも動かしてしまう熱を持っていたということだ。あのトワイライトシスターズは。そうですね。皆さん、今日は本当にありがとうございます。普段裏方の私がこんな華やかな場所に立てるなんて少し前まで思ってもみませんでした。でも皆さんがどんどん笑顔になっていくのを見て、気力が満ちてくるのを感じて、私も幸せな気分になれました。それで思ったんです、アイドルはきっと皆さんに元気をあげて元気を返してもらうものなんだって。いいね。どんな時にも誰にでも見た人すべてに、それがアイドルなんだって。リーネ・アルシェは本日をもって引退しまーす。たゆまぬ努力と鉄の意志、そして意外性が揃ったその日は伝説が生まれて当然なのさ。まったく、
最後の最後までやってくれたわね。すみません。まあいいけど、私も解放されたみたいだし、何よりそれもリーネらしい話だから。アキさん、気が向いたらまたやる？そうですね。いつかもしまたあそこに立つことを許してもらえるんだったら。アキさん、リーネ！デフィーよ。助けてください！どうしたの？あ、見つけたよ、レフィーや。ほら、ロキが営業活動行けって。嫌です！絶対無理です！あの時の私はおかしかったんです！リーネたちが眩しくて、ちょっと勘違いしてしまったハムシなんです！ハムシって…レフィーや、頑張ろう。プロモーターも、バックダンサーも頑張るから。なんでアイズさん、そこまで職務に忠実なんですか！ほらほら、新しいアイドルが見つかるまではレフィーヤたちがドル箱なんだって。いやー、助けてくださーい。大丈夫でしょうか、レフィーヤ。大丈夫でしょう。マネージャーとプロモーターがあの子を悪いように扱うわけないし、ただ元に戻っただけよ。そうですね。レフィーヤならたくさんの人を笑顔に。いい天気。今日のオラリオは平和ね。そうですね。こんな青空の下なら、耳を澄ませば聞こえてくる気がしませんか？何が？新しいアイドルの歌声が。私じゃ無理よ。おいおい、聞こえるでしょ、エルフリンクス、トワイライトシスターズを称える歓声が。見たでしょ、二つのチームの完成度。もう私が出て行っても盛り下げるだけ。このライブに私の出る幕なんてないわ。せい！ああ。ルルネ、アシスタントプロデューサー。ああ。私、やります！ああ。誰にも負けないくらい輝いてみせます！
残るは私のライブよ。なんだあいつ、ライブは終わりじゃなかったのか。また新人だぞ。だがリーネちゃんやアキちゃんとも違う新たな思考に目覚めちまいそうだ。ダンジョン新人アイドルのアスフィーです。今日は私のデビューライブ準備はいい？わわ、浮いた。すげえ、新人アイドルって空を飛べるんだ。一曲目は恋する乙女のハイチューン。準備はいい？アスフィーさんのグッズ、グッズも手に入れなきゃ。全財産つぎ込みました。アスフィーさん最高。すげえな。という計画なんだ。それで？やったぜ。ほう、ルールね。業界じゃ AP は P に絶対服従だぜ。とにもかくにも俺たちのファミリアの未来はアスフィー、お前が握ってるんだ。俺たちと一緒に目指せトップアイドル。レフィーヤちゃんやリーネちゃんたちを打ち破ることができるのはお前しかいない、アスフィー。本音は？いやー、リュウちゃんとかシェルちゃんのデビューの方が望まれてるよね、実際。そうですか、死んでください。どうもおいおい、私がそんなことするわけないでしょうが。消えなさい、その余計な妄想ごと消えてしまいなさい。たとえ世界が望んでいなくたって、それでも俺だけはアスフィーのアイドル姿見たいって願ってるぜ。たまりな